ロンドンの乗り合い馬車乗り合い馬車は、不特定多数の客を乗せ、一定の路線を時刻表に従って運行される馬車である。今日の路線バスの起源となった公共交通機関であり、辻馬車とは区別される。また都市間などの長距離で運行されるものは、駅馬車と呼ばれる。ここでは、都市内の短距離で運行される乗り合い馬車について記述する。フランス語では、オムニビュース。 英語では、オムニバスと呼ばれ、後の、バスの語源となった。乗り合い馬車を路面に敷かれた、軌道上を走行するようにしたものが、馬車軌道であり、後には、路面電車となった。世界初の乗り合い馬車は1662年に、ブレーズ・パスカルによって、フランスのパリで導入されたゴソルの馬車である。これは、定員8人の馬車を使い、一定の路線をあらかじめ定められた時刻表に、 したがって運行された。しかし1677年には辻馬車との競合や経営難により廃止された。乗り合い馬車が最盛期を迎えたのは19世紀であり、1820年代に再発明された。その背景には人口の増加や産業の発展に伴う都市の拡大、道路の改良、運賃を支払うことのできる中産階級層の出現などがある。 イギリスマンチェスターのペンドルトン料金所の所有者であったジョン・グリーンウッドは1824年1月1日からペンドルトンとマーケットストリートの間で乗り合い馬車の運行を始めた。馬車は8人から9人乗りで1日3往復運行され、運賃は6ペンスであった。詳細はスタニスラス・ボードリーを参照19世紀初めに フランスナントの選手の孫であったエティエン・ヌ・ビュローが市内の事務所と倉庫の間で従業員を運ぶ馬車を考案している。同じナントで工場を経営していたスタニスラス・ボードリーは1826年に工場に隣接する公衆浴場と市内中心部を結ぶ送迎馬車の運行を始めた。ボードリーはやがて馬車の運行そのものが事業になることに気づき、ボイエルデューのオペラにちなんで 白夫人と名付けた乗り合い馬車の運行を始めた。1900年頃のパリの乗り合い馬車ボードリーの始めた乗り合い馬車事業は急速に他の都市へも広まった。ボードリー自身も1828年にはパリに進出し、10系統の乗り合い馬車を運行した。しかしすぐに他の事業者との競争が生じた上、天候不良による資料の高騰や不動産投資の 失敗もあって1830年にボードリーの会社は倒産、ボードリーは自殺した。ボードリーの乗り合い馬車は車内を前、中、後の3つに区分し、各区画に横方向の座席を設けていた。運賃は1等が6数、2等が5数、3等が4、数であった。ボードリーの事業を引き継いだ会社では、等級制を廃止し、座席を縦方向とした。さらに、 異系統の乗り合い馬車を乗り継ぐことのできる制度が設けられ人気となった。1832年にアメリカ合衆国ニューヨークのハーレム地区において路面に敷かれた軌道上を走る馬車軌道が生まれている。馬車軌道はその後アメリカ各地に広まり大陸ヨーロッパでは1855年にパリでアメリカ式鉄道として導入された。馬車軌道は 乗り合い馬車の系統を置き換えていったが、乗り合い馬車も経費の安さから用いられ続けた。フランス語や英語で乗り合い馬車を意味するオムニバスは、元はラテン語ですべての人のためにを意味する語である。これが南都におけるボードリーの乗り合い馬車の通称となり、やがて乗り合い馬車を意味する一般名詞となったのであるが、その由来には諸説ある。一般的に知られている説は、 以下のようなものである。当時の南都にオムネという名の帽子店があり、店名とすべての人はすべての人のためにというラテン語の標語を掛け合わせたオムネスオムニバスという看板を掲げていた。この看板の前がボードリーの馬車の乗り場となっていたため、馬車をオムニバスと呼ぶようになった。これはフランスの都市交通博物館による説明であり、本庄康久。 馬車の文化史もこの説を採用している。しかしオムネス・オムニバスという看板が存在したという同時代の記録はなく、南と市公文書館によればそもそも乗り合い馬車の路線沿いにオムネなる帽子店が実在したかも確認されていない。一方で、オムニバスという通称は、ボードリーの会社の会計係であったダゴールにより、ラテン語から直接考案されたとする説もある。 ダゴールの息子のイーダゴールが、何都市公文書館に寄贈した資料によれば、ある時事務所で、白婦人という名前ではあるが、それが、男性、女性、子供のいずれをサービスの対象としているかとは、関係ないということが話題となった。この時、ダゴールが、ならば、すべての人のための車と呼べばよいと提案し、この別名が普及したという、乗り合い馬車の意味でのオムニバスという語が最初に、 記録されたのは1826年12月2日付のザ・シュプティブルトンの記事である。1828年のパリ進出以降は、ボードリーはオムニバスという名を正式名称として用いた。1855年にパリの乗り合い馬車事業が乗り合い馬車一般会社に統一された頃には、屋根の上にも座席を設けて定員を増やした馬車が現れている。この頃には、 屋上席への乗り降りにははしごを必要としていた。1878年にパリで車両の後方に乗降用のデッキを設け、ここに屋上席への螺旋階段を取り付けた車両が導入された。1881年にはマルセイユで馬車製造業者のリペールによってリペールの車と呼ばれる形式の馬車が発明された。これは 馬車軌道の車両に倣って、前後二つの乗降用デッキを有し、小型の車輪を車体の内側に取り付けていた。屋上席はなく、比較的需要の小さい系統で用いられた。19世紀末に乗り合い自動車が発明されると、乗り合い馬車のバスによる置き換えが進んだ。20世紀初めには、実用的な交通機関としての乗り合い馬車は消滅した。1870年。 歌川義虎による乗り物図。右下に乗り合い馬車千里県の乗り合い馬車。三代広重東京深名諸人京橋十連合席の図より日本における乗り合い馬車は1869年に始まった。同年2月に横浜と東京の外国交換を結ぶ乗り合い馬車が外国人のランガンとジョージによって運行され、同年5月には 下岡連城ら日本人商人の共同出資によって、設立された聖駒屋が横浜と東京間で乗り合い馬車の営業を開始した。この乗り合い馬車は、定員6人のヨーロッパ製馬車を2頭の馬で引き、運賃は3分、東京日本橋の橋詰めと横浜の吉田橋橋詰めの間を往復し、片道の所要時間は4時間であった。1874年には、 皇宮五馬車係を辞任した、ゆら守王が、伊藤八兵衛らと、乗り合い馬車会社、千里県を開業し、東京浅草かみ門から、新橋駅間に、日本で初めて二階建て馬車を走らせた。ゆらは、元内務省の役人で、岩倉施設団に随行して、英国で、乗り合い馬車を見て以来日本でも走らせたいと願い、英国から、黒塗りの二階建て馬車二台を輸入し、 御車にもビロードの服とナポレオン帽をかぶらせた。定員30名、朝6時から午後8時まで1日6往復、乗り降り自由、運賃は10銭で運行を始めたが、馬の暴走で死傷者が出たため、2階建て馬車は1、1ヶ月で禁止となり、以降は、平屋の馬車で営業した。3代目、広重の東京開花名称京橋石像銀座通り、両側練り化石消華精鋭の図には、 千里県の看板を車体につけた三等立ての乗り合い馬車が描かれている。千里県の路線は川越から高崎、宇都宮まで伸び繁盛したが、同業者の増加や鉄道等の発達により、1880年に廃業した。1870年頃の乗り合い馬車明治10年代には、落語家の四代目立花や窓方太郎が乗り合い馬車の魚車の真似をして評判になったところから、 乗り合い馬車の別称として、窓か太郎馬車とも呼ばれ、親しまれた。その後全国に普及していったが、1900年代には乗り合い自動車が現れ、乗り合い馬車は1916年の8976台をピークに減少していき、鉄道や乗り合い自動車等の発達によって、次第に姿を消していった。ありがとうございます。